要はさっき座った時とは用途は違うので今上です、ね、狙ってるから僧帽筋のチューブ、うん、なんか手が気になって足に集中できないよね。これ今やってるのは背中で、背中の真ん中の上の方。これは上の方です。上の方。真ん中の上です。僧帽筋注意、はい。ちょっと上も使ってますけど、はい、真ん中がメインです、はい、で。上には引かないようにして。引けないですか？引けない。軌道がでも若干ちょっとこういう。はいはい、すっごいこういう。はい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 、緩やかに本当に入りますね、うん、はい、イメージとしてはなんかこう背中 の、 あのバックポーズ取った時のゴツゴツ感的な、あ、そうですね、上背部の、はい、僕の得意なやつです、はいはい、このマシンなんかは結構の特徴があるんで、軌道がウェムに入るんで、これを下の方に効かせようと思っても無理がありますよ、うんうん、
トレーナーの正しい持ち手ということでちょっとやりやすかったですね。なるほど、なかなかいいですね。素晴らしいアイディアです。ちょっと体をなんすか、お尻を後ろにして、はい、こうやってあんま構えない、はい、こうした方がいい。わかりました。はい、体の向きをあんまり後ろに倒れにくくした方がいい。こういきたい、はい、ちょっと突っ込みながら引く感じですか。はい、All right.